ステップにしっかりこう足を乗せて、こう回すように足を動かしてごらん、はい。ブレーキはこの指で動かすね。はい。で、9対1でいいです。はい。フロント9。フロント9で。あ、はい。リア1。ある。減速状態のバイクはすぐ止まります、はい、加速状態は止まりにくいです、はい、加速度がついてるから、はい、で初速を先にスッと上げて、はい、あとアクセル戻して、はい、ブレーキをかけるタイミングをこう測れるぐらいがちょうどいいかなと、はい、ちょっと早かったですね。でも余裕で、はい、でアクセル戻すとちょっとリアブレーキが強くてロックしちゃったけど、はい、こんな短く止まるでしょ。そうですね、ね、全然効くんだブレーキって、はい、大丈夫な、はい、ただ前ブレーキが使えてくれば使えてくるほど後ろの荷重は抜けるから、はい、ロックしやすくなる、はい、だからクラッチは止まる直前で握る感じ、はい、でたとえ演奏したとしても構いません、はい、それぐらいの方がかえっていいぐらい。演奏は確か減点にはならないんですよね。そう、ここのね、あの演奏に関しては減点にならないし、はい、発進するときには基本的には絶対に下がってはいけません、はい、でハンクラッチをキープしつつ、はい、アクセルクラッチは一定のままでリアブレーキだけ緩めていく。よくね、回転数を3000回転に合わせてとかって言うんだけど、まあ、それは基本なんだけど、はい、音、はい、音で覚えてください。へー。音で判断をして、うーんって緩めていけばいいもんね。そうするとね、お尻が下がります、はい、ハンクラッチをこうつないでいくとグーって下がる、はい、そこをキープして登っていく、はい、したらリアブレーキをギュッと踏んどいて、はい、で、おおむね3000回転ぐらい、まあ、4000回転でもいい、回転数を一定にして、大体でいいよ。音音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 そうそうそう、はい、で、クラッチを緩めていって、もうちょい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 、ここ音違うでしょ、はい、あとリアブレーキを緩めるだけ、いってごらん。ああ、スムーズ、あ、危ない、うん、はい、はい、で回転数がクラッチをつなぐと落ちるから、はい、落ちたところがだから1000回転ちょっととか、はい、ね、2000回転ぐらいならいいってこと、はい、ね、ブレーキを緩めないとバイクは進まない。はい、うん、ハンクラッチまでは良かった。耳で聞いて、耳で聞いて、そう、破れ切り破れ、そうそうそう、Go!